元宝塚月組トップスターの女優、瀬名純、4・3が特別養子縁組で子供を授かり、母親となったことを26日、所属事務所の公式サイトで発表した。夫で俳優の千田真嗣、33、も同日、自身の公式ブログで発表した。二人は2012年末に結婚している。子供は今年の初夏に1歳になるという。この度、私たち夫婦が特別養子縁組制度により子供を授かったこと。そして、家庭裁判所への申し立てが受理され、晴れて私たち夫婦の実子として入籍に至ったことをご報告させていただきます。昨年の初夏に生後5日の我が子を病院まで迎えに行き、その日から3人家族になった我が家は幸せにあふれ、それと同時に命の重み、親への感謝、様々な感情、様々な感動を体感する毎日です。我が子は、その小さな体ではまだ抱えきれないであろう、運命を持って生まれてきました。私たちは常に寄り添い、支え、共にその運命を乗り越えていく覚悟です。今後とも私たち家族を温かく見守っていただけますよう、よろしくお願いいたします。